皆さんどうもこんにちは、 YT ブロスアニアンでございます。今回はリクエストありがとうございます。浄土鏡で化粧してみたということでやっていきます。まずはアイテムの紹介をいたします。まあ54とコインアップ、これ鉄板ですね。この2個あれば十分でございます。強調強調強調。まあ浄のスキルをすぐ使うっていうところはかなり意識してくださいね。でなるべくロングチェーン、まあ僕はあんまできないんですけど、まあとりあえずロングチェーン。まあ今回スキル2でやってるんですけど、スキル2でなんとまあまんま行く方おるぐらいなんですけど、まあ僕正直4000コインぐらいで、まああんまりかなり大変でしたね。はい。まあみんなどれぐらい稼げるんかなっていうところもちょっと知りたいかなと思うんで、コメントで教えてください。ということで結果発表いきましょうね。まあまあババ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 バってこう見てもらうと分かるんですけど、まあ順番は不動ですね。はい。どういうことかというと、検証結果、まあ合計26回かかっております。かなり大変、もう後半スクショもせえへんぐらい大変でした。本当につらかった。